はい、太郎丸です。見てきました007ノータイムトゥーダイの動画でも予告しましたが、今回の動画では守られなかった者たちへのレビューをしていきます。原作は中山七里さんの小説、宮城県警シリーズ守られなかった者たちへ。中山七里さんは去年の映画かな、ドクターデスの遺産の原作者でもありますよね。僕もドクターデスの遺産映画見ましたけど、正直あんまり面白いとは思わなかったんです。でもおそらくなんですけど、おそらく長い原作の良さをうまく映像できなかった、そういうタイプの映画なんじゃないかなって思いますね。2時間足らずの映画で無理やりいろんなものを詰め込んだ感がしたので、もともと原作が映画に向かない作品だったんじゃないかな。原作読んだわけじゃないので好きか、その好きかって言えた立場じゃないんですけど、話を戻します。監督はゼゼ高久。僕はこの人の作品全部見ているっていうわけじゃなくて、むしろほとんど見ていないんですけど、最近だと有罪とか8年越しの花嫁、あと糸って映画もありましたよね。中島みゆきの曲糸を映画化したものですけど、曲から映画化って曲が原作ってよくよく考えるとすげえなって思いますけど、ゼゼ監督の直近の作品がこれになるんですよね。あと楽園亭側もありましたよね。見たいなって思ってて結局見ないで終わっちゃいました。それじゃああらすじを紹介します。東日本の震災から9年後の宮城県が物語の舞台。そこでは体を拘束されたまま放置され餓死させられた連続殺人事件が発生してしました。殺害された人は真面目で善良な人たちで、人から恨みを買うような人たちではなかったと、周囲の人たちは口々に言うんですよ。そんな中、捜査線上に上がってきた容疑者は刑期を終えて出所してきた男、トネ。トネは放火、傷害によって服役していた模範囚なんです。トネは本当に連続殺人事件の犯人なのか、犯人だとしたらなぜ善良な人たちの命を奪うようなことをしたのか、そしてこの連続殺人事件の裏に隠された悲しい真実とは一体、といったお話になっています。この映画は007と同じ日に見に行ったんですけど、こっちもお客さん結構入っていましたね。社会性のある内容なので結構お客さんの年齢層は高めでした。東日本の震災からもう10年経つみたいですけど、僕は今でも当時のテレビの映像は強く印象に残っていますね。押し寄せてくる津波とか流されていく家や車とか、同じ日本でこんなことが起きているなんてちょっと最初は本当なのかって疑ってしまいましたね。でも間違いなく現実に起きたことであって、10年経った今でも苦しんでいる人は今でも多くいるのだと思います。家族を失ったり住む家を失ったり、人々から多くのものを奪っていった震災なんですけれども、この映画では震災によって被災した人たちにまさに追い打ちをかけるような悲劇を描いています。容疑者の利根を佐藤健、利根を追う刑事をトマシノって呼ぶのかな、トマシノを阿部寛が演じています。佐藤健はこの手の役をやらせるとめちゃくちゃ合いますよね。人よって映画でも見て思ったんだけど、なんか暗い過去を持つ影のある男、言っちゃ中二病的なかっこいい役をやらせたら、やっぱ佐藤健天才だなってこの作品改めて見て思いましたね。阿部寛も安定の阿部寛です。いつもの阿部寛だけど、彼の渋かっこいいでもどこか寂しそうな佇まいが本作で大きな差異をもたらしていたように思いました。この作品を見てつい先日僕もレビュー動画を出した空白という映画を思い出しました。あの映画は全員が被害者であって、全員が心に傷を持っている、そして全員が苦しんでいる、
ちょっと救いがない、見てて辛い映画でしたよね。実は本作もこの空白に通じる部分があります。震災によってみんな傷ついて、その中で懸命に精一杯生きている。みんな余裕なんてないんですよ。それぞれ生活があって、守るべきものがそれぞれあって、そんな中なんとか幸せを手にしようと模索しながら生きている。時には他人同士で助け合うこともあります。作中でも佐藤健演じる利根はカンちゃんという女の子と、倍賞美智子を演じる K さんと知り合って、いわゆる疑似家族的な関係になっていきます。そしてその中で3人は助け合って生きていく。これって理想的な人と人が助け合う、人と人が支え合う、理想的な姿だと思います。まあ、例えば A さんが B さんを助けて、今度はその B さんが A さんを助ける、もしくは新しい C さんを助ける、そしてその C さんが今度は A さんと B さんを助ける、こういう巡り巡って助けられた人も助けた人もどちらも救われる、まあ、こういう理想的な構造、これが利根たち3人の疑似家族だと思うんですね。ただこの構造に当てはまらない、いわゆる人を助けることが仕事になってしまっている人がいますよね。人と人が助け合うではなく、人が人を助ける、まあ、一方的に助けるっていう、こういう状況下に置かれている人も現実にいて、この映画はそれを実際に見せているんですよ。倍賞美智子演じる K さんが生活保護の申請に行くところがまさにそうなんですけど、役所の彼らだって余裕があるわけじゃないんですよ。むしろギリギリのところでなんとか踏みとどまって生きている。で、役所の彼らが赤の他人に救いを与えて、その見返りがお給料のみって、ねえ、誰も助けてくれない、だから彼らは自分で自分を救うしかなかったわけですよ。これを見て今のコロナ禍で働いている医療従事者が僕は頭に浮かびました。医療従事者も助けるだけ助けて見返りはなし、いつも通りお給料だけをもらう、それだけじゃないですか。あれだけリスクを負ってこれだけ問題視されても、これといった救いが彼らには与えられない。まあ東日本の時は支援とかボランティアとかいろいろあったし、今のウイルス騒動と単純に比較なんてできないけど、見返りがないっていう点では同じなんじゃないかなって思いました。それじゃあこの映画にも点数をつけたいと思います。この映画の点数は80点かな。ネタバレになるから詳しくは言いませんけど、鑑賞後はいろいろとやりきれない気持ちになりました。空白と同じで、みんなが被害者、そして本作に至っては悪人がいない、怒りのぶつける相手がいないっていうのは、胸クソ映画とまでは言わないけど、まあどうすればよかったんだろうって、やっぱ見終わった後は考えてしまいますね。このチャンネルでは主に新作映画のレビューをしていきます。また僕が読んだおすすめの漫画のレビューもしていきますので、もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。